めいっ子にやっちまった。私が優香のために作った幼稚園グッズ、どうやらそれはめいっ子の手にあるようだ。和樹は驚いたかと言いたげな表情をしていたが、私は全く驚かなかった。むしろやはりそうかと思った。なぜなら私は全てを知っていたから。それにこれだけじゃ驚くわけがないだろう。もっと大きな秘密を隠しているくせに。私はニヤニヤしている和樹にこう言ってやった。今までお世話になりました。今日中に引っ越し屋来るから。その時の和樹の驚いた表情を私は一生忘れない。私の名前は手島まりな、29歳。夫の和樹と娘の優香と3人で生活している。正直幸せとは言えない。家庭を持てるだけで幸せだ、そう思う人も存在するだろう。だが私は生活環境や誰と一緒に生活を共にするかで、それは大きく変わってくるのではと考える。なぜなら私はそれを身をもって感じたから。和樹は優香が生まれた後から急に態度が大きく変わってしまったのだ。私たちの出会いは仕事関係の飲み会だった。互いに別の会社で働いていたものの、私の上司が和樹の会社の社員と仲が良く、飲み会をすると高い頻度で仲の良い社員を呼び出した。ある日その社員が和樹を連れてきた。それが私と和樹が初めて会った時のことだ。お酒が入って周りは盛り上がっていたが、私と和樹は空気についていけなかった。そんな中、和樹が話しかけてきてくれた。すごい盛り上がってますね。そうですね。どこにでもあるような会話。和樹だって何気なしに話を振ってきただけかもしれないのに、私はこの会話を彼と交わせて嬉しいなと思った。それはきっと取り残されているのは私だけじゃないと気づけたからだ。これを皮切りに私たちは少しずつ会話を進めた。最初こそ飲み会の話や互いの仕事の話をしていたが、だんだんとプライベートな話をするように。飲み会が終わる頃には私たちの距離は連絡先を交換して次はいつ会えるかなんて話すくらいに縮まっていた。その後私と和樹は仕事終わりやプライベートでも連絡を取ったり、二人で出かける間柄へまで発展。そして飲み会で初めて会って2ヶ月後に交際を始めた。これまで何人かの男性との交際経験はあったものの、和樹と一緒にいる時が一番心地よく安心できた。私たちの関係は良好に続き、交際を始めて約3年で結婚。結婚したら急に性格が変わってしまう男性も存在すると聞いたこともあったが、和樹は全くそんな様子はなく、ずっと優しかった。いつも私や家庭のことを考えてくれる。そんな和樹と結婚できてよかったと心底そう思えた。この先子供が生まれたら和樹はどのように子供と接するのか。きっと子供に対しても優しいんだろうな。私は未来を想像しつつ和樹との生活を続けた。しかしそんな生活も私が想像した未来もきれいに消え去ってしまった。きっかけは私たちの間に優香が生まれたこと。急に今までの生活は嘘だったのかと思うほど和樹の態度は変わった。おい、子供の世話とかいいから早く酒を持ってこいよ。お酒くらい自分で何とかして。私だってやることがたくさんで忙しいんだから。そんなの知らねえな。俺は仕事で疲れてるんです。ああ、もう動きたくないわ。和樹は私が育児をしている間でもお構いなしに自分の望みを叶えろと騒ぐ。俺はお前のために仕事をしてきてやってるんだよ。少しは俺のために動いたらどうだ。家でくらいくつろがせてくれよ。それを言うんだったら私だって仕事をしてるんだけど。私は仕事も家事も育児もして、その上あなたの世話までしないといけないの？俺の世話だって？何子供扱いしてるんだよ。ふざけんじゃねえ。自分が何を言っているか分かっているのだろうか。
私は和樹の言葉に呆れながらも、優香の世話を終えた後に彼に酒を運んだ。そうしないと和樹は文句を言い続けるからだ。自分のことは自分でさせないとどんどんつけ上がるのは理解している。それでも和樹の怒鳴り声が優香に悪影響を及ぼしてしまうのではないかと思い、私は彼の願望を叶え続けた。当然優香が悪いわけではない。これは私の推測でしかないが、和樹の本性はきっとこの荒れた姿だ。結婚して子供まで生まれたから早々離婚なんてできない。それを考えて本性を出し始めたのだろう。どれだけわがままを言っても許されると考えているようにしか思えなかった。和樹は子供が欲しいと言っていたし、子供が嫌いなわけではない。それにもし子供が嫌いだとしても私に強く当たってこないはずだ。私はまんまと和樹の策にはまってしまったと後悔した。その後も和樹は変わらず私を自分の言いなりにさせようとしてきた。お前みたいな暇人と俺は違うのがわからないのか。だから私だって忙しいって言ってるでしょ。何回言ったら分かってくれるわけ。酒飲んでダラダラしている暇があるんだったら皿の一枚でも洗えっていう話。仕事の密度が違うんだよ。私と大して給料が変わらないくせによく言うわ。事実だからしょうがない。和樹は現実を分かっていないようなので、はっきりと伝えてあげたつもりだ。もちろん和樹が変に威張らなかったら私だってこんなことは言わない。私と同じくらいの給料だとしても稼ぎは稼ぎだし、助かっているのは事実だが、やはりここまで言葉を吐かれるとつい言い返してしまう。結局和樹は全く態度も行動も改めないまま月日は流れていった。むしろ優香の成長とともに彼の態度はひどいものとなる。優香が言葉を理解し始めた頃、和樹はわざと私のあることないことを彼女に吹き込み始めたのだ。ママって実は昔は性格悪くて。ちょっと何言ってるの。本当なんだから言ってもいいだろうが。そんなわけないでしょ。和樹は私が指摘をするとふてくされて態度を急変させる。その一連の流れを優香は不思議そうに見ていた。ふん、お前は細かいことを気にしすぎなんだよ。このくらいの嘘を言ったってどうせ優香は覚えてないから。覚えてないなら言う必要はないじゃん。嘘ならなおさら。細かいことでも嘘は嘘なのがわからないの。あなただって勝手に自分の嘘の情報を流されたら止めるでしょ。当たり前だろ、嘘なんだから。でもそれとこれとは話が別だろうが。そもそも俺は本当のことしか言ってねえよ。本気で言ってる。和樹の矛盾した発言の数々に私は頭を抱えた。私が好きな和樹はどこへ行ったのだろう。自分を正当化するために矛盾した意見を述べていい気になっている和樹。彼の相手をするのに疲れてしまった自分がいた。だがやはり優香のことを考えると離婚したいとは言えない。離婚について考えるたび、結婚前に和樹の本性を暴けていたらと後悔した。その後も和樹は優香には甘く、私には厳しくという態度を貫いていた。優香が言葉が分かってきたため、彼女の前では理不尽な発言は繰り返すものの、汚い言葉を使うことはなかった。和樹なりの気遣いなのだろうか。とはいえ、そもそも人に対して横暴な態度を取ること自体いかがなものかと思う。それに本当に機嫌が悪い時は場所を選ばずに悪態をつく。彼は何をしたいのかがわからない。優香は可愛いよな。母親がお前じゃなかったら完璧だったよ。その母親を選んだのはあなたなんだけど。お前はいつもああ言えばこう言うな。人の話を素直に聞き入れるっていう考えがないのか。その言葉そのままそっくりあなたにお返しするわ。もう和樹との言い合いには慣れてしまった。優香の母親がお前じゃなければなんて今まで何回言われてきただろう。
最初こそその言葉にショックを受けた。しかし和樹は一回気に入ってしまえば何回も同じ言葉を口にするため、そもそも和樹の話を真に受ける必要ないと考えれば、自分自身を責める気持ちが少し紛れた。和樹は相変わらず身勝手な行動を繰り返すばかり。仕事が終われば家でテレビを見ながら酒を飲み、私に指図をする。私は仕事から帰ってきて休む間もなく、朝の分の家事も片付けなければならない。それだけでも大変なのに、和樹の相手もする羽目になり、負担がかかっていた。そんな状況に加えて、優香が大きくなったため育児に手を回す時間は減ったものの、やはり彼女の相手もする時間も必要になる。完全にキャパオーバーだ。救いなのは、優香が外で遊ぶより家の中で絵を描いたりアニメを見たりする方が好きだということ。外で遊んでほしい気持ちもなくはないが、優香が好きなように遊んでくれればという考えを私は持っていた。しかし和樹は私と優香に対して興味をなくしたのか、仕事からの帰宅時間が遅くなったり、休日には外出するように。優香が2歳になった頃の話だ。ちょっと今日残業が決まってて帰りが遅くなるわ。明日も休日出勤でさ。和樹は自分がいかに忙しいか、どれだけ会社から信頼されているかを意気揚々に話し、お前とは違うんだよと言ってくる。実際和樹は残業もしていないし、休日出勤もしていない。給料明細を見れば明らかだ。もしかしたら浮気かもと思ったが、そのような雰囲気も全く感じられなかった。和樹は嘘をつけない。浮気をしているのならすぐに何かしらボロが出るはずだと考えた。優香は家に和樹がいないのを思ったより気にしていないように見える。きっと私が和樹に注意をして家の中で言い合いをするよりは、彼を外で好き勝手に過ごさせた方がいいだろう。私がもっとしっかりしていたらと何回思ったか。だがもう遅い。私は今自分ができることをしよう、そう心に決めた。しかしそんな生活も長くは続かず、和樹の姉真由美が家にやってきたのがきっかけだった。ある日、真由美が自らの子供を連れて訪問したいという連絡が来た。真由美との仲は良くも悪くもなく普通。特に断る理由はないと思い、私は真由美の願いを受け入れた。だが一体何があったのだろうか。家に行きたいなんて初めて言われた。私は緊張しつつ真由美が家にやってくる日を待った。そして数日後、真由美が子供を連れて家にやってきた。久しぶり、ごめんね、急に家に行きたいなんて言って。いえ、大丈夫ですよ。親戚との集まりで会ったことがあったため、優香と真由美の子供はそこそこ仲がいい。二人で絵を描いたり、積み木で遊んで楽しそうだった。私たちも久しぶりにゆっくり話す機会ができたため、互いの近況や世間話などをして楽しんだ。だが、なかなか本題に移らないので、思い切って話を振ってみる。そういえば今日の用件って何でしたっけ。あ、そうそう、ついつい話し込んじゃったわね。真由美は目の前にあった紅茶をすすり、一息ついた後、とあるお願いをしてきた。私の子供とマリナさんの子供、もう少しで幼稚園に入るでしょ。実は優香と真由美の子供は同い年で、たまたま入る幼稚園も同じになった。二人が同じ幼稚園に入るというのは最近知ったことである。はい、そうですね。それで入園前にいろいろ巾着とか用意しないといけないじゃない。マリナさんって手芸が得意って聞いたし、私の子の分も作ってくれないかしら。確かに私は手芸が好きだ。誰が真由美に伝えたのか、そもそも特技と言っていいかもわからないが、そのように真由美に伝わっているのなら、それほどの実力があるのかもしれない。しかし、正直厳しい。自分の生活で手一杯なのだ。
和樹だって家にいる時間は減ったものの、その間はほとんど私に悪態をつくばかり。変わらず優香の前では普通の父親を演じているつもりなのも腹が立つ。そんな和樹の相手をするのに労力を使われ、私は悩み続けていた。すみません、私の方も余裕がなくてお受けできないです。あ、私がよく行ってる手芸屋さんで作ってくれますよ。自分で作るよりはお金はかかっちゃうんですが、仕上がりはとてもいいです。真由美のお願いを断った後、代案として手芸屋を進めてみた。だが私の返答を聞いた途端、真由美の表情と態度が一変した。は？私の頼みを断るっていうの？え？いや、あの、はぁ、あんたに頼んでお金を浮かせようと思ってたのに。じゃなきゃわざわざ家に来てまで頼まないわよ。あまりの豹変ぶりに私は驚いてうまく言葉が発せず、お金を浮かせると言っていたし、材料費すら払わないつもりだったのか。しかしそんな私の様子は気にせず、真由美は言葉を重ねる。本当にありえない。プライド捨てて頼んだこっちの気持ちにもなってくれない？プライド捨ててって、でもこの状態で受けても望み通りのものが作れるかわからないですよ。それに私は素人なので、プロに頼んだ方がいいと思います。私はなるべくお金をかけたくないの。だからあんたに頼んだのよ。でもせっかく幼稚園に入るんですよ。そこで使うものくらいお金をかけて用意してもいいんじゃないですか？あまりにも身勝手な真由美に、私は思わず強めの口調で話してしまった。するとさらに真由美の機嫌は悪くなる。もういい、あんたなんか知らない、帰る。ちょっと。そして真由美はそのまま自分の子供を連れて帰った。どうしたの？ちょっとね。私は優香に気を使わせないようになんとかはぐらかした。真由美が納得してくれればいいのだが、そう思っていたが、私の願いは叶わなかった。姉さんから聞いたけど、なんで姉さんのお願いを断ったんだ？ありえねえな。いろいろ事情があって。どうやら真由美は和樹に何があったのかを話したようだ。仕事から帰ってくるなり、和樹は私に詰め寄った。お前みたいな暇人が姉さんの話を聞けないってどういうことだよ。暇人じゃないから。仕事に家事にあんたの相手をしないといけないの。もう余裕がないのよ。なんだよ俺の相手って。もう疲れた。きっと真由美は私を敵だと思っているだろう。それにすぐに和樹に私の話を回したのだ。兄弟揃って何か仕掛けてくる日も遠くはないかもしれない。とんでもない男性と結婚してしまった。私は和樹の怒鳴り声を聞きながら思考を巡らせていた。その日から和樹はさらに私への当たりをきつくした。なぜそこまで自信満々に自分を上げて私を下げる発言ができるのか。なぜ私への暴言にここまでの熱量を使えるのか。そろそろ限界かもしれない。私はようやく離婚を本格的に考え始めた。本当は優香が成人するまで待ちたかったが、もう無理だ。しかし、どのように離婚を進めていけばいいのだろう。今からでも証拠を集めて、なんとか和樹の遊跡で離婚できないものか。そんなことを考えていると、私にとってとてもいい機会が訪れた。優香が幼稚園に入る少し前の日曜日、私が優香に作った幼稚園グッズに作り忘れがないかどうか確認するため、しまっていたグッズたちを出そうとした。だが、もともとあった場所を探してもない。他にも思い当たる場所を探してみたが、やはりなかった。ねえ、優香の幼稚園グッズ知らない？しまっておいたんだけど。リビングで酒を飲んでいる和樹に問いかける。すると和樹は笑いながらためらわずこう言った。めいっ子にやっちまった。
どうやら優香の幼稚園グッズは真由美の子供の手にあるらしい。和樹は驚いたかと言いたげな表情をしていたが、私は全く驚かなかった。なぜなら私は全てを知っていたから。それにこれだけじゃ驚くわけがないだろう。もっと大きな秘密を隠しているくせに。私はニヤニヤと笑みを浮かべる和樹にこう言ってやった。今までお世話になりました。今日中に引っ越し屋来るから。え？引っ越し？和樹は表情を一変させて驚く。ええ、引っ越し。私優香と一緒に実家に帰らせてもらうわね。は？いや、え、いきなりすぎるだろう。まあいきなりかもね。でももうあなたの態度に耐えられないわ。態度って。私の発言に納得がいっていないのか、和樹の表情は不服そうなものに変わる。しかし和樹がどんな反応をしたって私の意思は変わらない。もう何もかも手遅れなのだ。おい、俺の何が悪かったんだ。態度ってなんだよ。それに俺の態度が原因だったら、幼稚園グッズの話題でなんで引っ越すなんて。てか引っ越し屋が来るなんて全部計画していたのか。和樹は畳みかけるように疑問を投げかけてくる。どうせ納得しないだろうが、私は冷静に一つずつ彼の疑問を潰していった。まず態度については私は今まで何回も言ってきた。それを分かろうとしてないのはあなた。はあ？意味わかんねえ。あと幼稚園グッズの件だけど、実際私はあなたが幼稚園グッズを姪っ子にあげたのは知ってた。幼稚園グッズの他にもお金をお姉さんに渡していたのも知ってる。実は私は和樹が幼稚園グッズと共に幼稚園へ入園するためのお金と称してお金を渡していたことを知っていた。だからわざと和樹に聞いたのだ。あなたは幼稚園グッズのありかを知っているわよね、という確認の意味も込めて。実際和樹はかなり焦った様子を見せた。だがすぐに反論の言葉を口にした。はあ？お前なんで？いや違う。そんなに焦ってるってことは図星っていう認識で合ってる？まあもうどんな言い訳をしたところで、私はあなたが幼稚園グッズもお金もお姉さんに渡したのは知ってるし、証拠もある。言い訳したところであなたの株が下がるだけね。いや、なんで知ってるんだよ。証拠はどこで？これは認めたも同然だろう。あなたがお姉さんと電話をしているのを聞いたのよ。渡した幼稚園グッズは喜んでるか、お金はどうだ、役に立っているか。盗み聞きしたのは悪いけど、やっぱり陰でいろいろされるのは気分悪いし、一応録音しておいたの。録音だって？ええ、あなたは証拠がないと絶対に突っぱねるだろうと思ったしね。もともと私はあなたの態度にへきへきして離婚を考えていたから、ちょうどよかったわ。離婚という単語を聞き、和樹の顔が一気に青ざめる。離婚？幼稚園グッズを譲っただけだろうが。だけじゃないでしょ。何回言ったらわかるわけ？もういい、話すの疲れたから話しかけてこないで。おい！私は和樹の声を背中に受けつつ自室に戻った。事前に優香には実家へ戻る旨は伝えてある。そして彼女もそれを承諾した。それどころか、ママがいればいいなんていう始末だ。やはり優香は和樹が好きではない。この口ぶりだともはや嫌っていそうだ。優香の言葉を聞き、私は和樹と優香を無理やり話す結果にならないでよかったという気持ちと、どうにかしてあげたかったという気持ちが混じり合い複雑になる。時計を確認するともう少しで引っ越し屋が来る時間だ。私は自分と優香の荷物をまとめ、その時間を待った。数分後、定刻通り引っ越し屋が来た。すぐに和樹にバレないように隠してあった大きな家具の位置を知らせ、実家へ運んでもらう。
私と優香は父親が迎えに来てくれたため、その車に乗って実家へ。車の中で待ってくれていた父親の顔を見ると一気に力が抜けた。おい、何かの間違いだよな。なあ、ここまでしなくてもいいだろう。和樹は引っ越し屋が来てもずっと騒ぎ続けた。だが私は相手にせず、淡々と準備を進める。引っ越し屋も慣れているのか、手際よく作業に当たってくれた。しかし離婚を言い渡したものの、実際は何も解決していない。一刻も早く和樹や真由美との関係を終わらせるために、私は休む間もなく動き始めた。一週間後、私は義実家にお邪魔していた。和樹や真由美との決着をつけるためだ。二人が知らないうちに義両親には電話で事情や離婚の意思があると説明済み。同時に録音した電話のデータを送り聞いてもらった。一連の流れを知った義両親は、和樹たちの行動がひどいと感じたらしく、私の味方になってくれた。優香は真由美の子供と共に実家で預かってもらっている。二人とも無邪気に笑って実家に入っていった姿が少しだけ切なく感じた。今回の件を知った真由美の夫は、幼稚園グッズのこともお金のことも何も知らなかったよう。それどころか話し合いの当日まで大変な事態になっていたのも知らず、慌てた様子で謝罪の電話をかけてきた。そして話し合いに参加させてほしいと言われたが、私はそれを拒否した。私はあくまで和樹と真由美と話したいだけ。その二人と私の三人で話すと絶対に負けてしまうため、義両親を巻き込んだが、これ以上人を増やすと話がややこしくなりそうだと思ったのだ。真由美の夫は最初は引き下がらなかったが、最終的には納得してくれ、再び謝罪の言葉を口にした。てか、なんで母さんたちを巻き込んで話し合いをする必要があるんだよ。こんなに大ごとにしなくてもいいじゃないか。これは俺と姉さんとお前の3人での話だろ。そうよ、お父さんたちもあんたの味方をしてるのも意味がわからない。何を吹き込んだわけ。和樹と真由美は思い思いに自分の思いの丈をぶちまける。自らの両親の前でここまで私に詰め寄るのだ。きっと3人だけならもっとすごい剣幕だったに違いない。第三者がいない中で話し合いをすると、あなたたちに押されると思ったの。だからお父さんとお母さんに協力してもらったまでのこと。私たちがマリナさんの味方になっているのは、マリナさんが嘘をついているようには思えないからよ。それに実際にあんたたちの電話の録音も聞かせてもらったし。録音してたの？最低。最低なのはどちらなのか。そう突っ込みたくなったが、本題からずれ続けてしまうのでぐっとこらえた。というか、俺は何回も言ってるだろう。姪っ子に幼稚園グッズを渡して何が悪いんだって。確かに幼稚園グッズを渡していただけならここまで大ごとにしなかった。私が優香のために作ったグッズを勝手に渡したのは腹立つけどね。せめて一言あればよかった。まあ許可はしないけど。あんたね。でも今回ここまで大ごとにしたのは、和樹が勝手にお金をお姉さんに渡していたから。優香のためにしていた貯金から出していたんだもんね。姪っ子だから可愛がりたい気持ちもあると思うけど、優香を差し置いてってどういうこと？あんた、あんなに優香を可愛いって言ってたくせに、優香の将来は考えてないのね。和樹は真由美との電話で、優香の貯金はまだあるから、なんて話をしていた。優香のための貯金から出していなければこんな言葉は出てこないだろう。それはすぐ否定しないっていうのが、もう優香のことを考えていない証拠だと思うの。本当に優香を考えていたら、そもそも貯金には手を出さないけど。チャンスだと私はどんどん和樹を追い込むような発言を繰り返す。しかしそこに真由美が口を挟んできた。あなたが黙って幼稚園グッズを作っていればよかったの。そうしていたらこんなことにはならなかった。それはわかってるの？責任転嫁ですか？
責任転嫁っていうか、あなたが悪いのは本当でしょ？本当にそう思ってるんですか？プライドが高い真由美は、絶対に自分は悪くないと言い張りたい様子。私に断られたから、こうするしかなかったと言いたいようだ。当たり前でしょ？お子さんのこと考えたことあります？考えてるわよ。真由美の視線は全く揺らいでいない。彼女は本気でそう思っているのだろう。でも、だからって人のものを盗んでいいわけじゃないですよね。私に許可を得ていないので、盗んだと同じですよ。別にいいじゃない。なら、あなたは自分の子供に盗品を使わせてもいいって思ってるってことですよ。あの幼稚園グッズには優香の名前も入ってます。もし自分の子供が泥棒扱いされたらどうするんですか？苦しむのはあなたじゃないんですよ。もしかしたらグッズすべてを確認して名前を消しているかもしれない。だがどこか消し忘れがあったら、そもそも名前が入っているのに気づいてなかったら、子供のためと言いつつすべては自分が楽をするための行動だと気づいていないのにも腹が立つ。私の言葉に何も言い返せないのか、真由美は私を睨んで唇を噛んでいた。しかし私は構わず話を続ける。そういうことなので幼稚園グッズは返してもらいます。当然お金もね。でももうもらったし。もらったとか関係ありません。とにかくあなたに私が優香のために作ったものを持っていてほしくない。お金だって返してもらわないと示しがつかないです。一回自分の立場になって考えてみてください。自分の知らない間に物やお金がなくなった挙句、もらったから返さなくていい、こう言われて素直に分かりましたって言えますか？ついヒートアップして畳みかけてしまう。それに義母が応戦してくれた。そうよ、物も返さない、お金も返そうとしない。昔からわがままを言う機会は多かったけど、まさかここまでだとは思ってなかったわ。真由美をきつく睨み、そう言い放つ義母。その厳しい視線を和樹にも向けた。あんたもよ。わがままこそあまり言わなかったけど、今回の件は身勝手すぎる。親族の中でも窃盗にあたる行為をしている自覚を持ってちょうだい。大げさだろ。そう、大げさ。大体ね。おい。まだ話を続けようとする和樹と真由美。それを制したのは岐阜だった。お前たちいい加減にしろ。どう言い訳しようと和樹がやったことは窃盗に違いない。真由美だって事情を分かっていながら受け取って、しかも返さないとはどういうことだ。自分たちの行いを全く悪いと思っていない神経が信じられない。恥ずかしいにも程があるぞ。岐阜の言葉に和樹も真由美も黙り込んでしまう。グーの音も出ないというところだろう。これであとは真由美から幼稚園グッズとお金を返してもらい、和樹との離婚が成立すれば終わる。そう思っていたが、一筋縄ではいかなかった。でもこれで離婚はおかしくないか。なんで幼稚園グッズとお金で。私としては家の中に泥棒がいるのと同じ感覚なの。それに今回の件の前から離婚については考えていた。あんたの態度も悪いし、話も通じないし。離婚を決めてから日記をつけ始めたんだよ。どんな暴言を言われたとか、どんな態度を取られたとか。急に離婚を決めたわけじゃないし、猶予は与え続けていた。でもあんたは全く気づいてくれなかった。私が淡々と話を進めると、和樹の顔が青ざめていくのがわかる。だが反対に真由美の顔は赤くなった。もうこんな女とは離婚しなさい。どうせ離婚届持ってきてるんでしょ。ほらさっさと出して。和樹にはもっといい人がいるんだから。でも和樹はあんなに私をけなしていたのに、離婚話になると急にうろたえる。自分が有責になるからなのか、他に何か理由があるのか。なんで今さら嫌がるの？私が嫌いなんじゃないの？自分の言っていることとやっていること、矛盾しているのがわからない？だって、優香が。
優香がどうしたの？かわいそうだなって。ああ、そういう理由か。和樹はまだ自分が優香に必要とされていると勘違いしているらしい。私は彼に真実を教えてあげた。優香を心配しているなら大丈夫よ。え？優香ね、私が実家に帰ることを話すとママがいればいいって言ってくれたの。和樹の顔が一気に青ざめる。あなたは優香に私の悪口を吹き込んだり、いい顔をしたりしていたけど、優香からパパって言葉を聞いたこともないし、なんならいつもあの人って呼んでた。あの人はいつもママに怒っているから怖いんだって私に教えてくれた。優香は今まで和樹が家にいるからと我慢していたのだろう。二人で実家に帰ってから和樹を怖いと思っていることを話してくれた。本当に申し訳なくて、私は何回も優香に謝った。それほど優香はあなたを怖がっているの。あなたは頑張って父親を演じていたようだけどね。そんな、でも親が片親だけになったら。かわいそうだって言いたいんだろうけど、あなたみたいな父親だったらいない方がいい。優香が本当に好きなら離婚してちょうだい。先ほどの勢いはどこへ行ったのか。和樹は何も言えないまま私を見ていた。信じられないだろうが、それが事実なのだ。お姉さんが言っているように離婚届は持ってきてるから、サインしてもらったら出してくる。後日弁護士を通して金銭的なものは請求するね。金銭的なもの。お姉さんも和樹からもらったものは全部返してくださいね。真由美は拒否も承諾もせず、離婚届出しなさいよと言うばかり。しかし義父には逆らえないようだ。絶対に返せよ。その言葉を聞き、しぶしぶ首を縦に振った。和樹は私が差し出した離婚届に震える手でサインをし、ゆっくりとこちらに突き返してくる。私はそれを受け取り、そのままカバンにしまい込んだ。義実家からの帰り道、私はすぐに役所へ行き離婚届を提出した。これで晴れて私と和樹は離婚できたのだ。義両親からは話し合いが終わった後、何回も謝罪の言葉を受けた。その後ろで和樹と真由美は気まずそうな顔をしていた。後日、私は弁護士を通して和樹に精神的苦痛を受けたという理由で慰謝料や優香の養育費を請求。当然優香の親権は私のものに。また彼が真由美に渡したお金も使い込みとして請求できた。和樹も渋々だが、すべての支払いに承諾。とりあえず慰謝料も養育費も振り込まれ続けているので安心だ。だが仕事は続けているものの、離婚する前より出費が大幅に増え、生活がかなり苦しくなり、家賃が安くて最低限住める物件に引っ越したと連絡が来た。それでも変わらず生活が苦しいためバイトも始めたなんて話も聞いた。私が抱いた感想は一つ、かわいそう、それだけだ。どれだけ和樹が大変でも私が助けることはない。自分の行いの結果だと自覚し、しっかりと反省してほしいものだ。真由美からは和樹を通じて幼稚園グッズが返された。お金は和樹に請求したので、真由美が彼に返そうが返さまいが関係ない。話し合いが終わった後、私はすぐに幼稚園の見学で一緒になった保護者に連絡。真由美には気をつけろと根回しをした。その保護者から他の保護者へ連絡が回り、入園式の際、真由美が同じクラスの子供を持つ保護者へ積極的に話しかけていたが、みんな真由美の相手はしていなかった。あんた、何かした？そうなれば当然私に矛先が向かうだろう。真由美は私を見つけて迫ってきた。だがそんな真由美を止めたのは彼女の夫だった。真由美の夫はすぐに私から真由美を離し、何回も謝罪をし、頭を下げて彼女をどこかへ連れて行った。それから
自身の夫にこってり絞られたのだろう。彼女の姿は見ていないし、彼女から連絡も来ていない。まだ幼稚園に入ってすぐだ。この先の行事ではどのように出てくるのか。さすがに自分がのけものにされている自覚はあるようなので、行動を改めてくれることを願うばかりだ。私が根回しをしたせいで、真由美の子供に迷惑がかかっていたらどうしようと思ったが、優香から一緒に遊んだと報告を受けているので、何もトラブルなどは起こっていないはずだ。現在、私と優香は実家で生活している。両親も事情を理解し、私たちを受け入れてくれて感謝してもしきれない。実家から職場への通勤は可能な範囲のため、現在も働き続けている。優香が幼稚園へ通うことにも不便はなく、しばらくは甘えようかな、なんて思った。実家で暮らし始めてから、優香は言葉数が増えたような気がする。やはり、和樹が怖くて話せなかったのか。彼女の本心を聞いてから、もっと早く行動していれば、と強く後悔した。私が優香にできるのは、彼女を幸せにすることだ。今までたくさん我慢してきたはず。その分、優香が幸せだと思えるように生活させてあげたいと思う。この先、優香は幼稚園でどのような人間関係を築いていくのか。成長した優香はどんな姿なんだろう。いつまでも笑ってくれていたらいいな。優香の笑顔を見て、そんなことを考えるのだった。